はい、今回は旅行業登録の要件についてです。で、要件で、よくあるのが目的欄なんですけど、ここ忘れがちになりますよね。そうですね、まあ、去年かね、結構その定款の、はい、事業目的にね、ちゃんとその受けようとする去年かの業についてちゃんと書いてあるっていうことが求められることなんですけど、はい、旅行業もそうで、やっぱり旅行業っていうことと、まあ、旅行業者代理業であれば旅行業者代理業っていうのがちゃんと記載されていることが必要になってきますね。はい、で私の場合があったのが、その定価に書いてたんですけども、代理業と旅行業っていうのは両方記載があって、まあ、その両方の記載はダメだと、ね、どちらかっていうのがあったんで、そういうのも注意必要ですよね。そうですね、これもともと会社法的にはというか、うん、一般的にはまあ実際にする事業の他に、まあ、ゆくゆくね、将来的にやりたいこととかも含めて目的って書けるんですけれども、はい、旅行業の場合はそこはどっちかしか書けないので、そういうことになりますよね。はい、そこ気をつけていただくところですね。はい、